はい、こんにちは。札幌占い美容師佐山梨の後藤です。今回は本田さんが持ってきてくれた写真がもともとくせ毛があるので、なんかこう三角形になっちゃうのが嫌なんで、ちょっとすっきりしたボブにしていきたいということで、くせも取りながら、やっぱ色もですね、結構こう白っぽくなるまではちょっと1回のブリーチでいけないかなと思うんですが、あと職業柄ちょっとあまり派手にできないので、ですけどそれなりにベージュっぽい感じのメッシュにしていきたいなと思っております。これを、ちょっとステップカラーをちょっと混ぜながらですね、ちょっとやってみたいかなっていうのを思います。ステップのバリエーションちょっとね、いろいろと増やしていきたいので、その辺でやっていきたいなと思ってますね。結構バックの方がこの辺から長さバツッと切ってて、で、表面はね、ボブのライン表面長めで ついてるような感じ、隙間感がある感じになってます。で、まっすぐぐらいのボブにしてるんで、これをちょっとカットしていきたいと思います。はい、ムササビのバームオイルつけた方がやはり切りやすいのと雰囲気が見えやすいので、つけます。ちょっとこれつけますね、カットするように。今日寒いですね。今日北海道やばいですね。いや、雪すごくてびっくりしました。車も運転するんですか普段は？あ、します、します。このまま、これ多分凍ったら、いや、やばいですね。もう、寝雪的なやつですよね。もう、道路見えなくなる。結構やばいです。完全に。いきます。この長さを切るんで、これ切れるのが、ブラントセニング、ブラント2セニングかですね。で、長さ的にどのぐらいのレングスが合うかっていう部分で、ここはまあ下がりにしないで、あんままっすぐ気味なのかなって感じなんで、バックをイメージしながら、ちょっと長めぐらいからカットしていきます。僕はもうここバツっていっちゃいますけど、いいですか？はい、いいです。結構もう一気にいっちゃうんで。絶対失敗しないんで大丈夫です悪いようにはしないんで。で、ブラッド2セリングで、仮切りですね。僕は大体仮切りしちゃうんですけど、もうそれで切っちゃいます。とりあえずはそうしないと。で、いつもこういう風に切ってるんですけど、こういう外ハネのスタイルはこっち側で切ります。で、これの良さはもう一気にいけちゃうんで、で、この肩に当てようかなみたいな感じになって、で、バックがちょっと若干段入ってるんで、この段をちょっと入れないとダメなんですけど、で、スタイル写真見る限りでは、完全にボブここでバツって切っちゃうと、ちょっとイメージが違うんですよ。ほんのちょっとのグラデーション、このグラデーションにそぎを入れてるっていうような感覚なので、あんまりそんなにここのウエイトは上げてないのかなっていう感じがします。ですので、これをイメージしながら、表面の毛がどのぐらいまでどこで取ってるのか、例えばじゃあここで取っているのか、こうすることによって下が重くなりますよね。でも結構軽いんで、トップの方の量感も結構取ってると思うんで、この辺のラインから取ってるのかなっていう気がします。はい、ここでグラ作るのとここでグラ作るのも全然違うんで、ここでグラ作る場合だったら下のベースがしっかりされた表面に動きがあるスタイルです。でもここからだと、モデルさんが求めているような下の方がちょっと軽めのスタイルになりますんで、これ少しね、3センチぐらいのグラナーがここについた感じです。はい、でも癖がちょっと今ね出てきてますけれども、これをちょっと抑えていきたいなと思うんですよね。あとこの辺の軽さをこれからちょっと作っていきたいと思うんで、仮切りですね、まだこの段階で。結構間引いた感じの質感が見えるんで、間引いていこうかなと思います。使うのは R2 セニングを使います。 R2 セニングで下の方から、ちょっとシンプルにカットしていきますね。なんとなくの雰囲気ですけど、こういう感じに、ちょっとカメラあるか見えないと思うけど、分かりますか？はい、こういう感じでも悪くないですよね。もうすでにもうこのラインにはもうできてるんですよ。結構後ろも見せると見ますか？なんとなくですけどね、ひとまずは安心するのかな。これちょっと見てもらっていいですか？合わせ鏡見えるかな？
あ、見えます。後ろがこういう感じ、結構近い感じじゃないですか。はい。そうですよね。そうですよね、はい。っていう感じで、まあ、一応やっていきます。まあ、前髪いじんない方がいいかなって気はしますけどね。結構綺麗にご自分で切った。あ、そうです、最後。いや、全然いいじゃないですか。ガツ前髪悪いと思わないです。むしろ似合ってると思います、この前髪。そういう場合は僕もお客さんの切ったやつ活かしますね、僕はね。なんか、結構皆さんもこれいいですよね、きっとね。いい感じに切れてるんで。っていう感じで、まあ、あの微調節、今度ね、部分的に、まあ、長さもちょっとまだちゃんと合わせてないので、ニュアンスでちょっと重さの部分を R2 ヘディングで、もうちょっとバランスを見ながらちょっと、まず軽く泡立てます。後でシャンプーするんでちょっと泡立てますね。こういう部分大丈夫ですか。綺麗な A ライン作れるんではないかなっていうふうに思っております、はい、今これは、シャンプー台で色を塗ったんですけども、はい、でもこのやり方ですればもう耳キャップすらしないでもちょっとできちゃうぐらいなんで、このままやってます。で、まあ、今ちょっと暗いですけど仕上がりは、大丈夫かなっていう感じのイメージです。で、この状態で通常通り洗って、乾かしていきます。はい、今ちょっとこれシャンプーした状態で、この状態に、アイロンでトリートメント効果をちょっと出していきたいと思います。で、その前にヘナジェルヘナウォーターをちょっとつけてケアをしていきたいです。まず、ヘナウォーターを全体につけまして、トリートメントですね。で、ヘナウォーターは、マイナスを帯びておりまして、キトサンですね。こちらメインがキトサンとか、あと、まあ、システインも入ってますけど、こちらの方。そして、こちらがヘナジェルは、リピジュア使って、あとはまあヘナタンニンですね、一緒に。なんでぶっちゃけの話、これ一般の人向けだとしたら、これつけて生乾きぐらいでアイロンを入れてったりとか何回もしていくと、まあ、結構癖を染まっていくっていう、まあ、自宅で使えるような感じのストレート、癖毛が取れる流さないトリートメントみたいな感じでも、まあ、使えなくはないかなって感じですね。乾かしてみましょう。一応モアスナイフの方に、一番ファーストのステップの薬剤が、で、ちょっとバームつけて、全体をちょっと見て毛先の方のカットとか、微調整とかちょっとしていきたいと思います。これ今フェアリーのおささびバームワックスですね。こちらをつけております。前髪がもうちょいシースルーの方が可愛いと思うんで、ここはそうします。このぐらいの方が多分良さそう。シースルーズ作るときはベースのライン切らないで、上の中間だけを間引いていけばできます。簡単で。はい、こんな感じですね。見えてないですね。